こんにちは。そっかじくのこです <laughs>。まあ、吉田さん。不平等だからこそ私はチャンスがあると思ってるんですけどもね。格差があるからこそチャンスがあると思ってるんですよ。で、みんなが同じような、まあ、性格であったり、生き方だったり、財政状況だったら、一体、どういう変化やチャンスをそこに見出せるのかなと思うんですよね。みんな一緒なんですよ。だから、誰にも、 まあ教えを超えないし誰からも教えてくださいって言われないしそれこそ這い上がるチャンスないんですよねでも格差があるからこそああんなにすごく上り詰めてる人がいるんだなと上り詰める方法があるんだなってことが分かりますしあ転落ってこういう時に起きるんだっていうふうな学びがあるわけですよね。それによって自分の立ち位置を確かめ今はここだけども打てる手はあるんだなっていうことに気づけると思うんですよ。 で、人生は本当に、切れ事抜きで一回きりです。やり直しなんて聞かないんですよ。あの、確かにね、人生をやり直すみたいな言葉がありますけども。いや、やり直す以上。に、最初から、やり直さなくてもいいような人生を引ければいいんですよね。もちろん、失敗を糧に、次のステップに進むってことはありますけども。じゃ、あ三十歳からやり直しますって言っても、じゃ、あ十歳に戻るんですか。二十歳に戻るんですか。 昨日に戻ることすらできないときにやり,何やり直すことっていうのは正確にはできないと思うんですよね、うん、だからやっぱり新しい人生を今までの失敗や経験を糧に再構築するってことはできると思うんですねでやっぱりね格差があるからこそあそこに行きたいと思って登り始めると思うんですよ たどり着けるかどうかわからないけどもでもそこに向かおうとする意思そのものが日々を輝かせるんじゃないかなと思うんですよなんとなく気が付いたらここにいましたそうなるとこんななつもりじゃなかったったてていう不満は出てきますよねでもできなかったけどもやるだけやったんだというねその気持ちとともに堂々と今の現状を引き受けるっていうのかな なんか私はそっちを選ぶかなと思うんですよ。やるだけやったけども自分ができたのはここまでだったんだなともう悔いはないよみたいな感じ。でも気がついたらこうなっていた。だったらなんで10年前からこっちに向かって歩いていかなかったのかとか思っちゃいます。今日1月11日ですけどもすでに今年の目標を忘れた人だらけだと思うんですよ。まあ、本当にねそれじゃあどこにもたどり着かないよと思いますよね。まさにオールもない 羅針盤もない地図もないような船出にいかだで出るようなもんなんですよね。勢いよく進んでいったその先には滝があるかもしれないし天候が今日にも変わるかもしれない。うん確かに人生ってのは何が起こるか分かりませんけどもでも向かう先が不明確な上に何が起こるか分からないっていうのは。 かなりね厳しい船出になるんじゃないですかね目指す先は明確なんだけども目的地は変更するかもしれないけどもでも一歩一歩明確な意思を持って自分の一日を選択する自分の生きてるうちは1分1秒全てが自分のものだという選択で生きていく、まあ、こういった気持ちが大事なのかなと思いますよね。億万長者合宿さああれから 2年3年経ちますけども皆さんいかがしてらっしゃいますかねせっかく億万長者になりたいと思って集まるのに億万長者になってますかねどうですかねマイ・バッハ乗れてますかね彼はいってらっしゃい